ハロンは、ヤードポンド法における距離の単位である。定義は時代によって異なるが、現在は1ハロンイコール220ヤードイコール660フィートとなっている。イギリスやカナダでは、国際フィートに基づくものが使われるので、1ハロンは正確に201.168メートルである。しかし、アメリカでは、測量をフィートに基づくので、 1>, 1ハロンイコール約201.168402メートルである。また、10チェーンイコール1ハロン、8ハロンイコール1マイルである。ファーロングは、古英語のファートラングに由来する。もともとは、馬を使って、プラウコーをする際の位置工程の長さであり、馬に適度に休息を取らせながらも効率よく、後期作業ができる畑のサイズとして定められた。 1>, 1ハロン1ロットの面積を1ルード、1ハロン1チェイの面積を1エーカーという。イギリス、アイルランド、アメリカ、カナダの競馬では距離をマイルと、ハロンと、ヤードで表記している。しかし、競馬以外ではハロンは一般には使用されておらず、イギリスでは1985年の軽量法改正により公式な単位からは除外されている。日本の競馬では便宜上、 1>, 1ハロンを200メートルと換算して使用している。ハロンを図解した差し絵英語圏で冗談で使われる速さの単位にファーロングパーフォートナイトがある。1ファーロングパーフォートナイトはほぼ1センチメートル毎分である。それは動いていることが肉眼でかろうじてわかる程度の速さである。1ファーロングパーフォートナイトは以下の速度にほぼ等しい。よって 時速 60km で走る車の速度は約10万ファーロングスパーフォートナイトということになる。ありがとうございます。